井特別支援学校は1989年4月に開校し、2019年4月で開校30周年を迎えました。本校は知的教育と肢体教育を併置する特別支援学校です。一人一人がその子らしく輝ける自ら光る子を目指しています。福呂井特別支援学校卒業生の皆さん、成人おめでとうございます。補助育休の皆さんの、学年主任を1年生から3年まで3年生にさせていただいた平野です。もう今は、退職を、2年前に退職をして、今プロ中で再任用という形で教員をしています。とにかく今は責任というものがあまり感じないので伸び伸びやっています。ぜひ皆さんもプロ中に遊びに来てください。皆さんの学年が、自分が、学年主任としては最後の学年だったので、非常に印象に残っていて、自分としてもいろんなことを、させてあげたいなということで、取り組んできました。で、皆さんも非常に明るく、それから元気よく、いろんなことを、一生懸命やってくれた学年だと思います。1年生に入った時に正午口のところに大きな張り紙をして目標を掲げたり、大きな掲示物を作って、皆さんに一応メッセージを送り続けました。学年が変わるたびにもそのメッセージを変えてきましたけれども、どんなメッセージが心に残っていますか？とりあえず最後は一歩前へというメッセージを皆さんに送りました。まだまだ20歳というとね、大人として扱われるんですが、これからまだ何十年も生きて生活をしていきますので、いろんなことがあります。その度に自分を前向きに一歩前に進んでほしいと思っています。村松健太郎です。今は森小学校の方で勤めていますけれども、浅葉中学校で5年前は3年1組を担任していました。久しぶりにこの機会で卒業アルバムを見返してみましたが、みんなとても素敵な笑顔で写っていて、当時のことが鮮明に思い出されました。とにかくみんなニコニコ笑顔でいて、とても明るいクラスだったな、そういう印象です。ちょっとここでは話せないような恥ずかしいネタが結構多いので、もう話はちょっとやめるし、ここでは個人名は出すなというふうな指令を受けてますので、細かなことは言えないんですが、こうざっくり思い出すと一番印象に残ってるのは修学旅行で2日目、県立坂のお料理屋さんかなんか確か集合したと思ったんですが、最後にその頃にはもうすごい雨が降っていて、でみんな折りたたみ傘とかちっちゃいものしか持っていなくて、制服びしょびしょになりながら集合してきたのを覚えています。大変だったなというのを思い出しました。まだ20歳ということで、もう何でもチャレンジできる時だと思うので、アルバイトでもいいし、それからボランティア活動でもいいし、とにかく何でもいいので、趣味でも何でもいろんなことにチャレンジして自分の幅を広げていってほしいなというふうに思います。もう何でもかんでもいろいろやっておくと、将来何かしら役に立つことが必ずあるので、若い今だからこそいろんなことにチャレンジしていってほしいなというふうに思います。時代はどんどん移り変わっていくというふうに思います。もう今まででもね、目まぐるしく世の中変わっていってなかなか大変だと思うんですが、これから先もっともっと激しい変化がある社会になっていくと思います。
そんな中でもたくましく自分の足で歩いていく、そういう力強さを持って、自分の幸せな人生を作っていってほしいなというふうに思います。頑張ってください。元3年4組担任の石貝貴弘です。お久しぶりです。皆さん元気ですか？はい、わちゃわちゃしてたなっていう印象です。でも、学校行事とか、普段の生活の中でその明るさが、私にとっての元気にもなりましたし、こうみんなで、行事に夢中になったのは本当に今でもすごく印象深い学級だったなって、覚えてます。今だから言えますけど、やっぱり中学生っていう時期はお互いをこう信じ合えなかったり、どこまでこう近づいていいのか、こうお互いをつかめなくて、こう人間関係で悩んじゃったりしながらこう生活苦労してたんだろうなっていう子たちが、クラスにいて、でそんな子たちの声を聞きながら、なんとかこうクラスを一つにまとめていくためにはどうしたらいいんだろうってこう担任として考える日々だったので、そこは正直、難しいなって思っていました。もう私にとっての成人はもう15年前になるわけですが、当時は、大学生で、陸上競技部に所属していたので、仲間ととにかく走って部活動を楽しんでたなっていうことが印象に残ってるんですが、まあ、今思えば、部活動ばかりでもっともっといろんなことにチャレンジしておけばよかったなっていう後悔もあるので、ぜひ今学生さん、そして働いている方もいらっしゃると思いますが、ぜひいろんなことにチャレンジして若いからこそできることに、挑戦してほしいなって思います。新成人の皆さん、改めましておめでとうございます。いわゆる大人になったっていうことを、自覚をして、責任ある行動で、社会人として、そしてこれからまた社会人になる準備をしている生徒の皆さんも、日々頑張ってほしいなと思います。また どこかで一緒に会える日を、楽しみにしています。また会いましょう。はい、ジャージで失礼します。すいません、この後実は大会がありましてすぐ行かねばならないので、はい、あの頃と同じく、サッカー部を、やっております。はい、3年5組担任だった、石橋康弘です。現在は福田中学校の2年生のなんと学年主任でございます。自分でびっくりですが、ね、こんな、ラフな格好で失礼しますが、まあ、あの頃と変わらず元気で頑張っています。私は、3年生の学年に飛び込みで入ったんです。今回の新成人の皆さんが3年生になる時に移動してきまして、3年5組担任ということで、入ったんですけど、本当にね、新成人の皆さん、まあ、当時の生徒たちにとっては誰だこいつっていうふうにね、思ったことと思いますが、すごく温かく、受け入れてくれて、私教科英語だったんですけど、英語も一生懸命やってですね、最後卒業する時には楽しかったよっていうふうに、言ってくれてですね、とても嬉しかった、思い出があります。そんな私の、生徒たちと過ごした1年間の一番の思い出は、やはり体育大会だったかなというふうに思います。学年種目がですね、このウルトラサンダーファイナルみんなでゲジゲジっていうね、こう不思議なタイトルだったわけですが、その学年種目でですね、すごく劇的にギリギリで勝ったっていう、思い出がありまして、その時のみんなの嬉しそうな笑顔とか、こうやりきった達成感を感じている顔とか、すごく印象に残っています。臭い言い方かもしれませんけれども、そのみんなの青春の輝きがそこにあったなというふうに、感じてですね、非常に印象に残っています。じゃあ新成人の皆さん、二十歳を迎えるにあたり、まあ、大人として扱われるわけですけれども、まだまだ学んでいくことは多いです。皆さんに伝えたいことは、まあ、勉強っていうと大げさですけど、学ぶことをですね、ぜひ続けていってください。
学校に行ってなくても仕事の上で学ぶことはきっとたくさんあると思います。資格を取らなければならない仕事もあるかもしれません。何でもいいので学ぶことを、やめないでください。やめてしまうと人間どうしても思い上がってしまいます。年を取れば取るほど自分ができるっていうことが当然増えていくわけですけれども、それにおごってですね、こう謙虚さを失うというか、そういうところが出てきてしまうので、ぜひ勉強を続けていってください。2年ぐらい前に、私は英検の準1級をようやく取りました。今度は1級を取ろうと思っています。忙しい中勉強しているのでなかなか進みませんが、いつかは取ろうと思っています。英検1級を取ったら今度はポルトガル語でも勉強しようかなって思っています。皆さんも、ぜひ勉強を続けていってください。ご成人おめでとうございます。みんな元気にやってますか？私も元気です。皆さんは私にとって初めて担任を持った学年であり、1年5組、2年6組、3年3組、そして授業に行った全ての人たち、全てが私の初めての経験としてとても大切な思い出となっています。私は島根県で今も教師として頑張っていますが、ふとした時に静岡県のみんなとの生活を思い出します。そうやって思い出した時に大変だったことも楽しかったこともいっぱいあって、でも振り返ってみるとやっぱりみんなのエネルギーやみんなと一緒に頑張ったこと、体育大会や3年生の時の合唱コンクール、みんなで授業を一緒に出て頑張ったなとか、そういったことを思い出します。ぜひこれから先の人生、これまでもきっとみんなも20歳になるまでに大変なことがあったと思います。まずは自分の命を大切に、そして人の命を大切に、さらに自分の幸せを大切に、人の幸せを大切に、できるそんな人になってほしいなと願っています。私は島根県で、みんなは静岡県、もうすでに静岡から離れている人もいるかと思います。でもちょっと目を閉じて、あるいはちょっとした瞬間に静岡県の浅葉中学校の思い出が私の頭の中では蘇って、みんなのことを思い出して笑顔にさせてくれているように、みんなの中学校での思い出もこれから先の人生でずっと大切な思い出として残っているといいなと思います。なかなか遠く離れていますので簡単には会えないかもしれませんが、どこかでまた会えたら嬉しいなと思います。では元気で、さよなら。前回収録した時に、より考えていたらもうちょっ と、思い出が出てきたので、それをちょっと話をしたいなと思います。皆さんとの思い出ね、本当に非常にたくさんあって、どれを言おうかなと思っていたんですが、あと2つのことをちょっと追加をしたいと思います。1つは、生徒会のスローガン、芯。いろんな芯がありましたね。5つの芯を決めて、それに向かって生徒会の子を中心に、取り組んできた学年でした。もし覚えてる人がいたら、またどんな芯を、目指すのか、思い出を、思い出しながら取り組んでみてください。そしてやっぱり最大の思い出は体育大会での長縄です。皆さんの学年は、今の記録は分かりませんが、その当時の記録を
大きく更新をする200回以上飛んだクラスが2つ出ました。やればできるというね、そういった気持ちが最後まで続いて、大変だったと思います。回し手の子大変だったと思います。だけどそれをやればできるという気持ちで200回のクリアする、そんなね記録が出たと思います。ぜひそんな気持ちを今後もね、やればできるぞというつもりで取り組んでほしいな。でそれが思い出ですけども、私から皆さんへの一つのメッセージとして送りたいと思います。追加でしたけども、どうもありがとうございます。また頑張りましょう。